はい、おはようございます。3年目の秋1日月曜日午前6時ですね。今日も1日頑張りましょう。今日からね、3年目秋ということでね、実りの秋、稼ぎ時ということで60万円ぐらいサクサク稼げるんじゃないかなと。双葉さんゴーなゴー。ゴーおなごだね。はい。ってことで、うわー、うわ、夏おはよう。なんでそんなところに。寝ません、寝ません。びっくりした。今日は何もない日ですか。明日ペニーの誕生日ですね。了解了解。じゃあ明日はね、ダイヤモンドをね、プレゼントしていこうかなと思います。明日の天気予報は曇り。ペニーの誕生日なんだ今日ね。占い情報、今日の占い情報は不運。まあ今日はペニーの誕生日じゃないからね。自然と暮らそう。今日から秋ですねって話だよね。ひまわりについて話そう。ひまわりを収穫すると綺麗な花が、はいはいはい。ってことで、水あげて、ペニーおはよう、明日誕生日おめでとう、秋カラフルな髪とノリを思わせてくれる。あーはいはい、なるほどね、ハロウィンの話でしょ。チュ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 ン。ってことで秋ですね。あーもうぐっちゃぐっちゃどころかそんどころじゃない。イジウム今日の7個素晴らしい。エサエサホイサッサ。まずはこれなん、あーよいしょーよいしょー、戻して戻して、ここはねちゃんとね、なんつーの、あてかトウモロコシはまだあんのか。なるほどね、ここはちゃんとね連作だったからね、そんな怖いじゃない的な感じね。よいしょー、ここと2マス2マス、ここ。ここは C の、よいしょーと C の、この辺はすべて、ボーン、ボーン、ボーン。こうですかね。これで大丈夫そうかな。まあ、あとここ、ここ、よいしょ。あ、違った。今日は種を大量に買ってこないといけない的な感じのこともあるから、結構整理整頓をしとかなきゃかんだよね。珍しい種をどこに置こうかっていうのもあるんだけどね。どうしようかな。とりあえず、いつもの日課を先にやっちゃいましょう。ってことで、コーヒー飲みます。ごくりんちょ。いつもの日課でいいのかな、本当に。先にアイテムを買ってきた方がいいのかもしれない。ちなみに、お店はいつからやってますか？午前9時からやってるもんね。先にお店やってこよっか、それじゃあ。これ入れて、よし、じゃあ一通り買っていきましょう。まずは、あ、ディープインパクトがその先にあるから。そっか、ここがなくなるんだったら、ここをスイートジェムの種、珍しい種にしちゃえばいいかな、多分。さあ、今日は、クエストはないですね。了解了解。ピーエちゃん。ムニもいる。ムニおはよう。朝ここにいたんだね。動物さん純正とっても可愛いわ。私が世話せなかったら誰がするのかしら。シェーンじゃないかしら。卵を取るときに鶏が動揺しなければいいんだ今日。多分シェーンなら大丈夫だよ。ガスもおはよう。ビューン商品はいいからね。ってことで、まずはカボチャ。カボチャはちょっと多めに買った方がいいじゃんね。カボチャ100個。トウモロコシは増やしません。ナス。連作だからまあ、20個ぐらいにしときますか。チンゲンサイ。50個。さつまいもの普通のやつだから50個。クランベリー。クランベリーは連作だけども、一番お金効率がいいとかそういう感じだから50個。50個、一応100個にしときますか。で、小麦は収穫数が多い。収穫する確率、収穫する日数が多い。なんていうかわかんないけど、まあ、そんな感じだから100個。ひまわりはまあ、20個ぐらい買っときますか。で、フェアリーシード。これはまあ、10個あれば十分。さらに、アマランサス。アマランサスもじゃあ50個。で、ブドウ栽培キット。なるほどね。ブドウがあるのか、今年は。じゃあ、まあ、ブドウは、サヤエンドウと一緒だから、10個。まあ、20個にしときますか。で、アンティーチョーク。アンティーチョークはなんだかんだ結構、何気にね、効率高いらしいですね。収益率ね。まあ、でも、元が安いから微妙な感じだけどね。ってことで、まあ、これも50個。こんなもんかな、多分。あと、そうだ、今回、肥料をね、使って、なんだこの壁紙。変な壁紙だ。肥料を使って珍しい種を植えていくんで、まあ別に買わないんだけどね、買わないんだけど、そんな感じで今回やっていこうかなとは思ってますね。ペニーがいた今、ものすごく分かりづらいで、ここにほらペニー。はいハニー、ちょっと買い物しに来たの。そんなキャラだっけ。ペニーさん、はいハニー。また分かりづらいとこにいて、あれでしょ、実は映えたくなかった的なことを感づかえないために、はい犯人みたいな、ちょっといつも言わないことを言ってみたみたいな。まずはカボチャね。カボチャは上にバンバカバンバカ植えちゃっていいかな。砂漠にもあるんだよ、ついでに言うとね。砂漠、砂漠か、寄ってくるか一応砂漠。ってことでカリコ砂漠。お久しぶりね。ごきげんよう。バスは復旧してせやな。砂漠は、ビーツね。もうビーツもしっかりと50個買っておきましょう。ただ、安いからな。そして、ついでに、まあ、砂漠に来たからにはね、これもちょっとやっていきますか。さあ、掛け金100で10回やりまーす。よいしょー。おー、当たったけども、寂しい。やっちゃいましょう。
なんかピコーンって増えるんだけど、なんで増えてんだこれ。チェリーか、チェリーで増えてんのかな。はい、当たらん。からの、今日のコーヒー2杯目。あー、うんめ。はーい、ただいま。じゃあね、まずはかぼちゃから植えていきましょう。かぼちゃはね、こっち側でブワーっとすべて植えていいと思うから。はい、OK かな、大丈夫だね。クランベリーを最後に植えるとして、それ以外のものを縦に植えていく的な感じでやっていきます。連作から植えていきますか。それじゃあ、右側から連作から。ナス。ナスしかねえか。ブドウがあった。でも、ブドウは、ここな。ここに植えなきゃあかんから。パン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 。で、ここ開けて、ここやっちゃって、こんな感じにしましょう。水あげるときに、うんたらかんたって話をしたようなまあいいや。で、あとは連作ないっぽいもんで普通に植えていきますか。ちち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 チンゲンサイ、さつまいも、小麦、今回じゃあこっち側に埋める。小麦こっち側でよかったかな。ここに花咲かせるけど大丈夫かな。小麦ちょっと多めにしようか。こっち側全部小麦にして、あのビールだっけ、なんか作れるかね、それ用に残しておく的な感じにします。フェアリーシードと、今回フェアリーシードだけかな、花フェアリーシードだけっぽいね。じゃあフェアリーシード全部、マックスフェアリーシード、ひまわりは左の方のとこ、あの甘いもの余ったら植える的な感じでいこうかな。アマランサス、余る話をしてるけど、アマランサス、アンティチョーク、ビーツ、クランベリーめっちゃ少なくなっちゃったね、これね。で、最後にクランベリー、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 クランベリーと、こんな感じでどうですかね。まあいい感じでしょう、きっと。種、そう、種用のチェストを4つ作ろう的な話をしてた気がする。わー、なんかいっぱい出来上がっとるが。種用のチェスト、じゃあ4つ作っちゃおうか。春、夏、秋、冬と作っちゃって、種だから、言うて種だからね。じゃあここに置こうか。1、2、3、4個と置いて、で、春、夏、秋、冬という感じで。だから、秋はここね。夏がここに入ってるから、19個しかないっけか。少ないね、思っておいね。そうなってくると、ここに何置くんだって感じになっちゃうけどね。まあ、この夏のものを、こっち側に入れておく的な感じにしましょう。水全部いけるかな、これ。水をあげていきます。ていうかもう、待って、3時なんだけど、待って、せめて、豚だけでも開けとけばよかった。トリュフのこと忘れてた。ここだけでも開けておけばよかった。もう遅いかな。いや、まだワンちゃん。少しは取れるはず。やらかしマンボウしちゃった、完全に。はい、募集。こんな感じだね。これでとりあえず大丈夫で。今日のコーヒー3杯目。アゴクリンチョ、青梅。ペニー、エサエサホイサッサ。コーヒー、ペニー。新聞紙、イリジウム、鉄鉱石、うるさくない。トリュフ、トリュフ。もうおはようっていう時期じゃないけども、おはよう、卵。開けて、待って、もう5時だから、おはよう。開けても出ない案件あってるかもしれない、今。おはよう。回収。チーズ。あ、やっぱり、これじゃ、トリュフは、これ手に入んなかったかな、一個も。さすがにこの時間でトリュフは厳しいよね。了解。しゃない。おはよう。マヨネーズ。いやー、かなり遅くなっちゃったけどね。古代。今日は29個の日。コーヒー、今日のコーヒー4杯目。ゴクリンチョ、あー、美味しい。今日のスライムは緑ですね。ポーン、ポーン、ポーン、よいしょめちゃくちゃ弾く。水。6時40分か。今日の石切り場やってないけど、まあ別にいいよね。緑。入れてと、明日か、ついに入れられない日が続くんですな。そうだ、忘れてた。ここにはあれを使うんだった。肥料使うもんで、樹液と、ちょっと待って、一回帰ろう。これ産まなくてもいけるかな。 いきません樹液、ムール貝でいきましょう。これで高級な肥料を1個につき1個か。まあでも19個あればいいもんで、
19個、高級な肥料を使うとね、今ね私農業レベル10だけども、ゴールド品質が 20% ぐらい出てるんだけど、それが 60% ぐらいまで上げることができるらしいです。なんで珍しい種のところに高級な肥料を乗せて、これを植える的な、そういう感じでやっていきます。で、余ったところはあれだね、あのクランベリー植えちゃべっか。コーヒーコーヒー、キモい60個植えるのはどうなんだろうね、いるかなそんなに、わかんねえ。バシュンバシュン、ここに高級な肥料をね、まあこっち側にこんな感じで植えちゃって、でここに珍しい種を植えていく。よいしょー、はい。で余ったところにひまわりを、ではこっち側から、あ、でも埋まる、埋まるね、これ埋まるちゃんだ。よいしょ、完全埋まりますね。はい、埋まったひまわりですね、こんな感じで。なんか知らんがこれメープルシロップ、メープルシロップできてて、今日のおっかた行きちゃんと流れでできたね、よかったよかった。やばいやばい、水あげてない、水、水あげなきゃ。パン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 、はい、水あげてるっぽいこれマッシュマッシュ、アミガサマッシュ、アンズマッシュ、ふーちゃんの水を今さらあげて。いや、まさかできてないよね、きっと、きっとできてないはず。あ、大丈夫大丈夫あ、あと地下室向いてない、今日のご飯も作ってない。まあ今日のご飯はさすがにいっか、もうこんな時間だしね。コーヒーコーヒー、今日ふーちゃん話してないんだな。でもただいたいたいた、ふーちゃんお疲れ様、おはよう。ちゃんと夏さんが、夏があそこに寝てるね、えらい。つか私と夏って一緒に寝ないんだねちょっと若干かわいそうなとこある今日ね。ペニー明日誕生日だよね、おめでとう。ってことで今日は寝ます、おやすみなさい。さあ22,252、素晴らしい。ということでまた明日も一日頑張りましょう。はい、おはようございます。2年目、3年目の秋2日火曜日午前6時ですね。今日も一日頑張りましょう。え、今日はペニーの誕生日ですね。あ、ダイヤモンド準備しなきゃ忘れてた夜でいいかな、夜でね。夏おはよう。今日の天気予報、明日の天気予報は風が吹きます。今日の占い情報は不運な一日ですね。ペニーの誕生日なんだけどねペニーおはよう。今年は巨大数、あ、つもりつもり、うん、去年も育てたよね。あ、チュ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 。ペニー誕生日プレゼントはね、ちょっとまだです、内緒にしときます。今日のイジウム、よいしょ、7個、素晴らしい、最近結構いってる気がする。そして PL 商店の、あ、はいはいはい、キャッシュバグ560、ありがとうございます。やった、ビビたるものだね。ってことで水をあげて、風が吹いてますな今な。今日のコーヒー一杯目、あ、ごくりんちょ。さあそしてなんもないですね。トリュフ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 。これさ、今気づいたけどさ、これ逆にした方がいいのかな、この豚とニワトリ。豚とニワトリ逆にすればさ、豚をまず最初にこう出せるじゃん。そうなるとトリュフの取れる数が増えるんじゃないか的な、そういうのないかな。だから先にこれ開けちゃうみたいなね、見ていただけたらね、開けちゃって的な感じでやった方がいいのかな、もしかしたらね。ちょっとわかんないけどね。ってことで卵おはよう、おはよう卵、卵おはよう、おはよう卵、卵、卵、おはよう、おはよう、おはよう、卵、おはよう、卵、おはよう、おはよう、開けて、おはよう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 、取って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 、チーズ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 、開けて、おはよう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 、はい、一個も取れてない意味ないかもしんないね。えさえさ、ほいささ、あ、取れてる取れてる、でも今取ったね。あ、素晴らしい。ドアンド意味あんのかな。ワンちゃんロビンとか行った方かもしんないね。マヨネーズ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 、今日マヨネーズ1個足りない的な感じね。了解了解。うわ、今日たくさんある日だ。何個だっけ、42個の日でしょきっと。こだいこだいこだい、46個の日。やっぱりな、コーヒーが消えたから。今日のコーヒー2杯目ごくりんちょ。あ、おいしい。果物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 っていうなんかしてもらったよね。さあもうコーヒーがねなくなっちゃったからね、ニョロもじゃなくて、なんだっけ、この子たち、この子たちの仕事がしばらくないんだよね。まあそういう日もあるよね。ってことで、あ、さあ今日はあれ、あ、そっか、夜中にやったもんで的な感じか。夜中にやったもん、一日かかるもんでできてない的な感じなのかなきっとね。ってことで水あげて、ぼっちがいる、クリスマスぼっち、
ふーちゃんおはよう。水あげて、うる、うる。さあ、てれれてててて、昨日ね、作れなかったからね、今日またご飯を作っていきます。肉詰めの次でいいのかな？肉詰めの次は、牧場主のランチ、オムレツとパースニップですね。じゃあまずオムレツを作っておいて、それプラスパースニップ。了解了解。さあ、まだここはできてないですが、そろそろ出来上がってもおかしくない。あと10日ぐらいしたら出来上がりそうな感じはするね。コーヒー、コーヒー。イリジウム、イリジウム。鉄鉱石、鉄鉱石。うるさくない。イリジウムが37個も集まっている。早いとこ使い道を考えないとね。他にも木材も大量にあるし、いろいろ使い道を考えないといけないものがたくさんあるんだよね。ゴミ、ゴミ。エサエサホイサさ。さあ、そして今日のコーヒー3杯目、極林茶。あー、うみ。エサエサホイサさ。パースニップを1個吸収して、今日のご飯、テレレテテテテ、パースニップにミルクを足して、あれ違う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 。パースニップとオムレツを混ぜて牧場主のランチですね。農業プラスさん、今更。まあ今月末にこれを食べる的でいいかな、多分ね。オッケー。秋の魚ってどんな感じだろうか。もうほとんどでも釣ってる気がするからな。言うて釣ってるよね、多分ね。まあ後でその辺調べるとして、とりあえずまあいつものやつやっていきますか。お、ヘイリーおはよう。あ、風が吹いてちょっとふわっとした今ね。この辺がふわっと。土の匂いが好きになってきたの変だと思わない？へへへ。おかしいおかしい。多分あなたに影響されたのかもしれないわね。もうほんと慣れてきたわ。だいぶパム今ナマズが欲しいんです。パム今ナマズ欲しいの？何に使おうとしてんのかちょっとさっぱりわかんないけどね。ナマズでも多分いたと思うけどね。雨の日だと思うから今すぐ新しくってのは多分できないよね、きっとね。まあナマズのことはちょっと頭のナマズ身に置いときましょう。パム今ナマズが欲しいんですか？なんでですか？私も若い頃あったらさ、信じられるかい？若い頃はナマズをブイブイ言わしてたのかな。ってことで今日の石切り場。石、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 アイシー。あ、どうしよう。このまま、それじゃあ、ロビンとこ。ロビンとこ行くんだったら、こっちが行った方が早いね。鉱山に行って、こっからロビンとこ行って、ちょっと移動しよっか。早速ですが。豚と鶏もね、おはよう。気をつけるんだ。ロビンは石が本当に大嫌い。あ、そうなんだ。あげたことがあるような。どうだろう、ないかな、わかんないな。セボ、おはよう。俺に殺人ばかりして、ディメトイス何様なんだ、本当に落ち、あれ、魔術、あれセバスちゃんが魔術師の息子なの？あれってことは、ロビンが浮気をしたという。ちょっと待って。まあ、いねえわ。ごめんなさい。本日は閉店しました。キャロラインのところでエアロビクスクラブに参加しています。そうなの？エアロビクスクラブに参加してんの？まあでも、確かにやってることは似てるな、そう考えたら。ブドウを。ブラックベリー。いやー、おかしいな。キャロラインが浮気をしたのかと思いきや、まさかまさかのロビン、やりおるな。ガス、おはよう。うちのメニューは毎週変わるから忘れずチェックしてくれよな。ドラゴンボールですね。やってるやってる。おはよう。うちの日用品全部こういうこと。あーね。ピエちゃん、ちょっと聞いてよ。私は、その話は別にいいんだけどさ、アビゲイルがうんたらかんたらって話聞きたいんだけどね。さ、ジョディ、ジョディ、ジョディめっちゃ頑張ってんな。吸って、はぁ、吐いて、吸う。キャロちゃん、あっち向いて、私、真っ赤になってるし、足も描いてるし、ロビン、私、腕力はあるけど、ふう、足はまたまた、鍛えなきゃ。お尻プリプリ、ムニー、ちょっと、この辺のさ、この辺読むとなんか変わったりとかしないかな、実はみたいな。助者者をやめろ、止めろ、大企業の脅威、もっとなんかないかい、怪しいの。子育ての手引き、主人公乗り切る、頑張ってる。スモールビジネス、続ける秘訣、続けるの一番大事だからね。アビちゃんの方になんかあるとかないかな。木製フルートのためのソナタッシュ。中は服でいっぱい、親服の下に剣が隠してある。頑張るな。アドベンチャーオブプレーリーキングな。あ、意外といい匂い。キャロラインの部屋はないんだ、それじゃあ。まあでもきっとどっかに日記が書いてあるんだろうな。でもキャロラインじゃなかったんだな。意外だったな。おはよう。人生はそう悪くない。誕生日プレゼントじゃないようで思い出したけど、今日はペニーの誕生日だ。危ない危ない。ダイヤモンド持ってかなきゃ。ってことで、スーパーカニカゴタイムミニ。はい、オッケー。ミニミニ。あ、待って、今、右にブドウがいた。ブドウ、おはよう。うん、でしょ？おはよう。お兄さん秘密だよ。おいくなったらペニーさんと結婚したいんだ。ペニーさんに言わないでね。うん。よかったら私のお人形で遊んでいいよ。あー、やった。これで遊ぶ、これで。ペニーおはよう。あ、ちゅ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 。みんなの前でね。さ、そして、スーパーカニカゴタイム。はい、オッケー。ついでにアサリ、アサリ、サンゴ、サンゴ、ウニ。
いやコーヒーをね飲んでないんだけどさ、やっぱ帰還の杖が欲しいね。帰還の杖めちゃくちゃ、あバチーン、今ここであの火花がバチバチってなった。ペニーはもしかしてこの村の女の子たちみんなから嫌われちゃってんのかな。私が人気者すぎて、みんなだって私のことをあんなに誘ってくるじゃん。ってことはさ、本妻であるペニーに対してね、そういうバチコリバチコリあるかもしれないね。ってことでこの辺ちょっと回収していこう。アキはさ、これがさ育ちやすいとかってあんのかな。ああピクピクしてる、ピクピクしてる。あー待って、あーまあ、よー今わざとでしょ、今消えたの。私が来るまで絶対待ってたでしょ今ね。絶対そうだよ、絶対そうだ。コーヒーコーヒー、そうだ、ここに置いてあるねこの春の種、これ向こうに移動しとかんとかんね。こっちにすべて入れておきます。閉めて閉めて閉めて、トリフ今日の2、3、4、4個かな。少ないね、今日早く開けたのにね。トリュフ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 、マッシュマッシュアミガサマッシュアミガサアミガサ、またいっぱいちょっと買ってこんとかんとかあるもんね。135か、また500個ぐらい買ってこようかな。ってことで今日の片行きタイム。また光ってる、光ってるが、これ届くかな。よよよよ、あ届いただ、ちゃ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 、オムニチオット、おっしゃい。コーヒーコーヒーってことで、ペニーの前にフーちゃんお疲れ。おおおごめんって、ペニーお疲れ。今日ジャストヴィンセント、なるほどな。じゃあ寝ましょう、おやすみなさい。さあペニーからの誘いはないですね。今日1万ギリだ、そっか、トリホイルが少なかったか、まあわかんないな。ってことでまた明日も頑張りましょう。